ふわっと元気にコンターソー、皆さんどうも大です。今回もトータルアキュレートバトルシミュレーター TBS やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんかね、久々だな。多分3日か4日ぶりぐらいかな。3日4日ぶりぐらいの TBS だな。実は先週の動画はほぼ1日で取りためしたんで、そうなんですよ、ほぼ1日ぐらいの取りためをしていたので、ほとんどめっちゃ取りためしたんですよね。先週めっちゃ取りためしたんで、なんか TABS やんのめっちゃ久しぶりだなっていう。いやマジで、あの土曜の TABS の動画とかいつだったかな、多分ね月曜か火曜ぐらいに撮ったんだよね。そう、その時になんか一気にバーって撮ったりしてたんで、なんかめちゃめちゃ久々にあの TABS 収録してるって今思ってる。はい、やっぱ久々にやると楽しくもなるかなっていう風な、そんなところは一旦置いといて、まあ、今回もやっていこうと思うんですけれども、あ、なんか最近めちゃめちゃ寒くなりましたね。寒くなったってか、最近マジで雨がめちゃめちゃすごくて、なんか雨ばっか降ってて、なんかもう僕の部屋もさ、温度がさ、なんか大体25度とかさ、低い時に、てか朝方になると大体23度ぐらいになってるんで、やばって、寒いじゃん普通にとか思ってて、そう、もう扇風機なしでも生きていけるような気温になってきたので、いやぜひこれぐらいの気温でいてほしい。ガーッとゲリラ豪雨されると窓開けられないんでちょっとしんどかったりするんですけど、なんかちょっとしとしと降ってる雨っていいよね。そう、しとしと降ってる雨は涼しいし、なんか雰囲気もいいし、なんかなんていうの、あの音がさ雨に吸い込まれていくような、そんな感じ、なんか良くないですか。そんな、なんというかよくわからんポエマーなことを言ったところで、今回もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。こんな感じだっけ、いつも前語り。はい、ということで今回も TABS やっていきたいと思うんですけれども、あ、TABS 研究やっていきたいと思うんですけれども、今回触っていくのが、まあ、ドイツにしようかなっていろいろ考えたんですが、まあ、正直ね、いろいろ気になるやつらばっかなんでね、最近さ、キャンペーンか、キャンペーンの方の、まあ、第一ブースというか、わかるかな、第一段階、キャラクター、レガシーキャラクターを倒すのが第一段階、レガシーキャラクターを使っていくのが第二段階、そんでなんかよくわかんないのが第三段階みたいな、そんな感じでやるとしたら第一段階が終わったんですよ。で、終わったところで、まあいろいろね、調べたいキャラクターめちゃめちゃいるんですよ。タンクとかも、チャリオットも触りたいし、もういろいろ触りたくて仕方ないけど、まあ1パートにつき1種類ずつ種類が出てこなかった、やっていくってところで、今日何しようかなって思ったのが、ちょっと気に、一番気になってるのが、こいつなんだよね。そう、こいつパイク、このさ、アホみたいな超リーチね。はい、この超リーチなんですけど、こいつ超リーチじゃなくて、なんか前なんだっけあれ、TABS 研究じゃなくて TABS 攻略をした時に、こいつの攻撃力がエグかったんだよね。なんかゼウスワンパンされた気がするんだよな。そう、マジでなんか攻撃力がえげつないんで、こいつの、まあ、耐久力は低いと思うんだけど、どんぐらい攻撃力高いのこいつっていう、このね、先端恐怖症に、もう、先端恐怖症に向けて、もう、ね、槍を投げつけるかのごとく、はい。もう先端恐怖症が泣いて逃げるようなこの光景。これ、遠近法で、なんかちっちゃく見えますけど、これ、こんだけ長いですからね。これが遠近法です、皆さん。これがいい。まあ、いろいろ今日は調査していこうと思うんですけど、おそらく、まあ、射程的な問題ね。スピアスロアと近いんじゃない？スピアスロアの方がさすがに長いか。そうだな。それはバカなこと言ったな。バカなこと言ったわ。じゃ、忍者は？忍者だったら忍者と同じぐらいじゃない？あ、ちょっと待って、忍者より射程長え。忍者と一緒どころか、忍者より射程長えわ。あ、外していく。あ、忍者こんだけなんだ。射程。へー、忍者より広い射程で、てか射程？リーチか。これはリーチだな。一回ちょっと気になってるのがゼウスね。まあ見てもらえばわかる。あ、やっぱ体力はめちゃめちゃ少ないな。ああ、体力は異常なぐらい少ないぞ。ちょっと見てみたいんですよね。見てて。いや、ほらゼウスワンパンだもん、ほら。やばいよ、攻撃力。意味わからん攻撃力してるもん。やっぱワンパンだったか。そうなんすよ、ゼウスワンパンするこの攻撃力ね、これがこのパイクの特徴的な部分なんすよね。そう、この一撃具合やばくない？一撃やで。ゼウス別に体力そんなめちゃめちゃ低いっていうユニットじゃないのにワンパンなんですよ。だからちょっと今回は、まあ、こいつの体力がね、体力に関しては多分めちゃめちゃ少ないと思う。
体力に関してはもうこの通り、ゼウスの雷一撃で死んじゃうんで、体力は多分相当少ないです。体力は相当少ないんですけど、これが実際どれぐらいの攻撃力あるのか、どこまで殺せるのか、それをちょっと今回調べたいなって思って、まず真っ先に触っていこうの、いこうと思うのがパイクとなっております。よろしくお願いします。ちなみにまあ多分見たらわかると思うんですけど、この範囲内に入られたらめっぽい弱いので、多分こういう状態はきつい。当たるやん。え、全然きつくないやん。え、なにこれ、切っ先だけじゃないの、全然平気じゃん。びっくりした、ちょっと待って、そんな平気だった。こ、適当に並べるよ。あ、やっぱそういうタイプか。多分ね、やっぱそうなんだよ。ちょっと見てて、これまず一匹倒したじゃん。そう、一匹倒すとなんか知らんけど手離すんだよね、槍から。あ、ただのスナグリユニット。あ、一匹倒すとなぜか手から離して、多分ね、これ火力っていうか強さ的な、こいつ単体の強さ的なものは多分ペインターと同じぐらいだと思う。ペインターも体力少ないユニットなんで、つか50なんでね。だから多分こいつ自身の強さは多分ペザントと変わんないんじゃないかな。ペザント調べてないから分からんけど、ちょっと待って、まあ、せっかくなんでペザント並べるか。30、ペザント弱。あ、外していい。あ、まずいんじゃない？どう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 した、どうしたどうした、外すな。あ、これなんか距離的な問題があるのかな。多分ちょっと厳しいのかもしれない。はいはい。おっと、ワンパン。ちょっとどういうことやね。あ、ペザンというよりはちょっとだけ強い。うん、ペザンというよりはちょっと強い、ちょっとだけね。そう、ペザントのパンチ2発分耐えるに対して、こいつのパイクのパンチは一発で倒せるんで、まあ、ペザントより若干強い。まあ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 、スズメの涙程度なんてあんま変わんないですね。まあ、雑魚と言って差し支えない。ってことは、まあ、少なくともこのパイクの強さ、多分この人間自体の強さ、多分コスト50ぐらいなんで、このパイク、この槍にコスト250が詰まってますね。コスト250がパイクの槍みたいな、そんな感じでしょう。まあ、とりあえず、それはいいんですよ。ぶっちゃけどうでも。パイク自身の耐久は、まあ、見ての通りって感じなんで、ちょっと一回いや、やっぱ、あれか、ゼウス倒したってことは、ちょっと、ブラドおじさんも調べてほしいよね。ブラドおじさんもリーチ長い系だったのに、もうかわいそうなぐらいのリーチ。おっと、外した？お、当たったな。ちょっと待って。今、外したからちょっとあれだったけど、もう一回やってみてほしい。どう？やばいよ。ブラドワンパンはやばい。え、ブラドワンパンは結構やばい。マジで。結構やばいよ、ブラドワンパン。外してるけど。あ、根元だとやっぱ攻撃あんま当たんないんだ。やっぱ切っ先と根元の部分で全然判定違うんだ。この切っ先が当たったらマジで異常だわ。おっと？ちょっと槍同士で。槍の穂先同士で突っつき合うな。うまいことやるな、お前ら。さあ。外しちゃうねー。ここは困っちゃうねー。あ、またキッス。いやー、やばい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 。やばいよ、こいつ。やっぱやばいって。やばいよ。だって、ゼウスで、ブラドで、ブラド。アーチャー6発分の火力は確実にあるってことでしょ。ちょっと待って、どこまでワンパンできんのこれ。将軍とかワンパンできる。ちょっと待って、やってみて。ワンパン。やばいよ。いや、こいつが本当のワンパンマンだったか。うわ、レディー。あ、耐えた？ちょっと待って、久々に触って全然思い出せないけど、こいつ耐えたな、今。レディーレッドジュード。ジェイドか。こいつ、外してる。あ、ギリ耐える。ちょっと待って、ジェイドってあれだったんですね。ジェイドさん、ブラドより体力あったんですね。まあ、でもそうか、あるよな。2000だもんな。そら1000よりあって当然だよな。ブラックバードとかは、ここはワンパンできない、さすがに。当たったんか、今のは。当たってたんかわかんねえ。当たってたんかわかんねえから止めます。ほら、来いや。来い。あ、半分。あ、黒ひげ体力半分は結構だな。黒ひげの体力って、相当ある類なんですよ。え、ちょっと待って、これシンプルに気になるな。こんだけさ、ワンパンを繰り返す、パイク、
アイスジャイアントに何ダメージ？あ、でもアイスジャイアント体力が高すぎていまいちわかんない。いまいちわかんない。あれ、ちょっと待って、アイス、ちょっとダメだ。最近ごめん、あのさ、最近さ、あのアイスジャイアントをさ、ワンパンで殺したりとかさ、あのワンパンで殺したりとかさ、あのワンパンで殺したりとかね、はい、なんかアイスジャイアント意味わからん殺し方しすぎてちょっとわかんなくなってきたんだけど、あ、ちょっと待って、一旦アーチャー投げるね。一回アーチャー打つよ。お、こんな雨の日に火事ですか。大変ですね、本当にね。なんだ、あの収録した時にはかな、え、昨日とか来てなかったけど、昨日一昨日来てなかったのにな。収録すると来るな、やっぱり。あのうちの、なんですかね、知ってんのかな、俺が収録してんの知ってる気がする、あの救急隊員の方々。はい、はい、あー、なるほどね、なるほど。そう、アーチャー一発がこんだけだって考えたら、やっぱダメージでかいわ。ダメージ相当でかいわ。見てて。はい、これね。はい、ほら。やっぱアーチャー、多分アーチャー7発か8発分だな。あの、このパイク、このパイクのこの穂先、ここにはこのアーチャーの弓矢が7発8発分ぐらい全部凝縮されている。アーチャー7、8発凝縮されたエネルギーがこのパイクには刺さり込んでいる。いや、これは強いぞ。ちょっと待って、でもアーチャー7発分、8発分ってどんぐらいなんだ？ちょ、あの、ピンとこねえ。ウィザードとか、ウィザード倒せるか。ウィザード多分倒せるな。でしょうね。うん。トールとかは、トール結構体力高いよ。あれ、間違えた。腕振り上げちゃった。振り上げないで、ね、あ、腕を振り上げないで。腕を振り上げたら死んでしまうわ。死んでしまう人がいるわ。あ、ギリ死なない。ギリ死ななかったっていうか、よう考えたら強くね、トール。トール強すぎでは、やっぱ。ちなみに、あのトールは弓矢何発分かっていうの、こいつ、あの自動で弓矢弾いちゃうんで分かんないっす。でも多分今の感じからすると、多分トールの体力はおそらく、また救急車ですね。まあ、気を取り直してね。はい。とりあえず、やっぱあれだね。多分トールの体力は、アーチャー、多分9発分ぐらい、おそらく。パイクを基準にして考えるならね。多分パイクの、あの攻撃力が、だいたいアーチャー、まあ、7、8発として考えたとしたら、うん、7、8発だとして考えたとしたら、トールの体力は多分9発分ぐらい、おそらく。おそらくね。まあそれはそれとして、いやでもやっぱ強いな。なんか最近使ってないから全然思い出せないんだけどさ、バリスタって大体どんぐらいダメージあんの？そういえばバリスタちょっと調べるよ。あれ？あれ？あ、これほぼバリスタでは？あれ？え、お前もしかして、え、お前もしかして、これバリスタだった？これバリスタの矢だった？え、俺が時々さ、あの、もうこいつにかけるしかねえっつってバリスタ使ってくる。え、バリスタ、あ、もしかしてバリスタさんでした？もしかして。いや、多分あの動画編集で多分これついてると思うけど、多分ね、あ、いやー、そうだよな。うん、あのバリスタの方が火力は高いわ。さすがにバリスタの方が若干攻撃力が高いけれども匹敵するぐらいの火力あるな。ほぼバリスタだな。え、パイクさんもしかして、ただほぼバリスタ、え、ほぼほとんど、5分の4バリスタさんだった。5分の4バリスタさん、ほとんどバリスタさんでした。もう死者購入したらバリスタ。どんぐらい、うわー、やべー。え、ちょっと待って、思った、これさ、アイスジャイアント、え、雰囲気だけどさ、今何体並べたっけ。今 5か6、多分7体で倒せない、これ。わからん、うまくやればだけど、多分全部当たればの話だと思うんだけど。あ、うまくいったかな、いけてなかったのかな。ちょっと待って、もう一回見てみようか。
なんか今回うまくいかない。あ、ユウマくいったね。え、8でいけるな。8か9か。9だな。9体でいける。多分。外してるね。これはもう良くないね。シンプルに外しまくってるね。こんな感じでちょっとばらけさせていけば多分大丈夫でしょう。おー、頑張れ頑張れ。どうなんだ、外してるな、ほとんど。いや、これ難しいな。7、8、9、10、これでどう。あ、やっぱ10体だな。10っぽいな。1個外してるか。9にしてみるね。9にしてみる。9にしたらどう。どう。外してるよな、ほとんど。あ、でも攻撃できたな、今。じゃあ9だな。多分9。もう一回やっとこう。なんかすごい久々にめっちゃ真面目な研究してる。まあ、見栄えがね、映えるタイプのキャラクターじゃないからね。映えるタイプのキャラじゃないから、こうなるのはまあ仕方ないってところだと思うんだけど。あっと、外してますね。攻撃しちゃってるもんね。ほい。あー、9で倒せるときあったけど、多分失敗もあるから、まあ、9か10だなってことは。この体力の残り具合ってことは、まあまあほとんど倒してるって言っても過言ではないので、9か10ですね。まあ90ぐらいか。9か10、90ってそういう意味じゃないけど。でもそう考えるとさ、コスト6000をさ、コスト3000以内でさ、潰せるのやばくない？いや、火力高えよこいつ。マジで。マジで高い。しかもさ、初手にそういう火力をぶち当てられるってことはさ、もう何でも殺せるんじゃない？ほぼ。キングもキングも死にますね、これ多分。キングは、バリスタ耐えられないんで、これ倒せないっすね。あ、耐えた。なんで？なんで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 ？あれ？キング？どうした？ちょっと待って、もう一回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 。いや、多分ミスったんだと思う。なんで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 、あれ？なんで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 、あれ？おかしいな。あれ？ちょっと待って。あれ？え？あれ、キングってバリスタ耐えたっけ？あれ、キングバリスタ耐えるっけ？耐えないね。耐えないよね。あれ？キング？え、なんでなんで？あ、耐える耐える、今、がっつり胸に当たったもん。でも、あれ？あれ？あれ？2分の1割、あれ、さすがにバリスタは言い過ぎだった。これさすがにバリスタは言い過ぎだった説ある。なんかバリスタ、お前バリスタと同じとか思っちゃったけど違かったな。バリスタ、ほぼバリスタとか思ったけどちょっと違かったやつやな。それ俺が勝手にあの勘違いしただけだったな。シャシャったー、恥ずかしいな、シャシャったな。じゃあマンモスとかどう。マンモスとかどうです。マンモスは多分しんどそうだね。あ、まだマンモスもは、え、ちょっと待って、マンモスもは、え？ほぼマンモスだね。ほぼマンモスだね。あ、キング、あ、ほぼマンモスだね。マンモスだったね、キング。キングマンモスだったわ。キングの体力ってマンモスだったわ。おう、カブト割り。もう思いっきり頭から、脳天から勝ち割るかのような一撃。見てて気持ちがいいです。うん。あ、キングはマンモスだったわ、体力。すいません、俺が知らなかったっすわ。これは俺の知識が足んなかったわ。キングとマンモスの体力は同じ。そういうことだった。キャプテンとかどう？倒せる？わお、ワンパン。あ、なんかあれだね。こうやって見るとさ、パイク確定ラインっていうのがあるね。これ耐えそう、耐えるよね。お、こいつもほぼマンモスだ。マンモスより硬いな。マンモスより体力があるわ。パイレツクイーン。うん、なるほど。いや、あれだね。あ、ちなみにこれ体力少ないからさ、リーバーで殺せるんじゃね。あ、そうだよね。
体力少ないんでリーバーのこれで勝手に死ぬよね。でもさ、思った。これ一撃目当てたら、わーさー、すー、わっさー、わーさー、シークワーサー強いね。死神も一月だね。死神を一月で、刈り殺す。一撃で持ってく、死神を。いや、これは強いよ。コスト300がさ、2500をワンパンしていいのか？なあ。いや、いくら相性差あるとはいえさ、コスト300のユニットがさ、コスト2500のユニットワンパンしていいのか？それはどうなんだ？やばくないか？いや、ていうか、そうだよ。よく考えたら、よく考えたら将軍もワンパンしてたよな。いいのか？なあ、2800やぞ。2800、コスト差って知ってる？一発限りとはいえ、一発限りとはいえ、それはやばいと思う。コスト差って知ってる？ねえ。一撃限りの大技とはいえさ、さすがに火力高すぎじゃない？どうなのそれ。やばいんじゃないの？思ったんだけどさ、ちょっと待って。あ、スーパーボクサー、これ多分、パイク。ちょっと見ててください、皆さん。やめたね。やめたろうな。もうこれな。よくないな。コスト10万やめよう。よくないよくないよくない。ここまでコスト無視するような火力ユニットが出てくるとやばいと思う。あ、これは勝ったな。これ多分勝ったやつですね。ああ。死んじゃったね。1、2、3、4。5発だね。5発で死ぬね。うん。5発で死んじゃう。パイク5発で死んじゃう。極論1500で死んじゃう。コスト10万のユニットが1500で死んじゃう。なるほど。なるほど。オッケー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 。理解した。まあ、そんなところで。まあね、正直パイクにこれ以上何か、見出せるものもないと思うので、まあ今回ここら辺で終わりにさせていただくんですけど、まあそれにしてもあれだよね。うん。コストブレすぎじゃない？